イラタン平ジカタイ平から1920年3月17日は日本の実業家、特農家、政治家、衆議院議員。属籍は新潟県平民。越後国間原郡本郷村でンゴ州民の十字南として生まれ、1882年、単語胸厚の後を相続した。家は医業を営む。漢学塾に入り、漢籍を学ぶ。 経伝書士百科の書を少了する。1873年、大学南校に入学する。東京大学文学部で学び、第一科を治める。病により退学して帰郷する。帰郷後、町村会議員、北貫原軍会議員、新潟県会議員、学務委員、長平参事員などを務めた。実業界では、農業、絵の具塗料製造、販売を営み、 三市業組合長、中条協立銀行取締役などを務めた。また、北越学館を創設し、館長を務めた。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に、新潟県第2区から出馬して当選。その後、第2回、第3回、第7回、第8回、第9回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算6期務めた。 この間、地方産業の振興に尽力し、そのため、行政経費の削減、国民負担の軽減を主張した。その他、立憲声優会協議員を務めた、新潟県北貫原郡中条町大和座本郷に居住した。ありがとうございます。